渓流か。心が洗われるな。こうしてるとのどかとしか言いようがねえんだがな。強敵だ。油断するなよ。私の番だな。行こっか。行くぜ。甘い。マイ。甘いよ。私の番だ。任せるがよい。タッ。マイ。タッ。うん、任せて。セイ。ヤ。行くぞ。俺の番だな。まだやれる。行くぞ。ありがとう。私の番だな。はっ。助かったぜ。はい。はっ。ありがとう。行くぞ。うん、任せて。俺の番だな。今だ。肩だけ。終わりだ。よし、つかん。Thank you.
強そうなのがいる。気をつけないと。強そうなのがいる。気をつけないと。どうしてだろう、こんなに悲しい風景なのに。綺麗だね。美しい村だったのだろう。この地に眠る魂が今は安らいでいる証拠かもしれぬ。そうだといいんだが。ま、あながち間違っちゃいないかもな。ヨシュアたち、さっき言った俺の後輩たちが一度里帰りしているはずだ。それで安心したのかもしれん。そのヨシュアさんというのが、リベールの若手遊撃士の一人、帝国出身みたいだね。そしてこのハーメル村の維持というわけですか。ああ、他にもいたがそいつはもういねえ。結社の執行者ナンバー2、検定と呼ばれた男だ。それは、その名前サラから聞いたことがある。他の執行者もその名を口にしていたこともあったな。そんなところでつながっていたなんて。ハーメルの悲劇、14年前、村が焼き討ちにされ住民のほとんどが亡くなった事件。実行犯はたちの悪い両兵崩れの犯罪者ども。そしてそいつらを使ったのは
帝国軍の一部将校たちだった。え、なんだと。Thank you.
さてと、お待たせ。何をグズグズしてますの？待っていて差し上げますから、花を捧げてしまいなさい。あなたたちは？いや、そうだな。それでは慎んで捧げさせていただこう。この折れた剣はあいつのか？ええ、魔剣ケルンバイター、名士より授かったそうですが、もはや力は失われています。懐かしいですわね。剣帝レオンハルトか。めちゃくちゃ強かったみたいだね。あの火炎のお兄さんにも気に入られてたみたいだし。ええ、付き合いも長かったようですから。終わったようですわね。昨夜の件も含めて聞きたいことは山ほどある。だがここではやめておかないか。村の手前の広場あたり、あそこなら少々うるさくしても迷惑はかけねえだろう。いいでしょう、あなたも構いませんわね。別にいいよ、本命はまだ来てないし。そんじゃ行こっか。本命？何のことだろう。分からぬが、決着をつけるとしよう。単刀直入に問おう。この地の性質を破ってまで何をしようとするつもりだ？死者を悼む心と礼節を持ち合わせていると見受け、なのになぜよりによってこんな場所を利用しているんだ？こういった里は別にここだけではありませんわ。帝国以外の辺境、野党風情に襲われて全滅した集落なども少なくありません。私の故郷のように。どうでもいい話でしたわね。死者は死者だよ。そして聖者には聖者の生きる世界がある。生きてあがいて苦しんで刹那の喜びと安らぎを感じながら死んでいく世界がね。それじゃあ始めようか。ランディ兄がいないのはちょっと残念だったけど、妖精に永久遊撃士もいるし、結構楽しめそうかな。星座の軍用魔獣、そして敵機体の専用機体といったところか。ヴァンガード F2 スレイプニル、最新鋭の機体ですわ。私の剣技があれば無用ですが、少しは楽しませて差し上げます。数も互角か。いいだろう、俺たちが勝ったら話してもらうぞ。1年半の沈黙を破って結社が何をするつもりなのか。乗った。それじゃあ妖精、昨日の決着をつけようか。望むところ。灰の起動者に銃剣、アルゼイドの娘も参りますわよ。上等だ、かかってこいや小娘ども。いざ尋常に勝負。そ
護しやがれですわ。行こっか。燃えろ、バリアントハース。行こっか。こいつでしまいにしようぜ。我が太刀は聖。見えた。我が剣にかけて悪は許さぬ。よし、スカン。やったね。やっ。さすが怪伝に至っただけはありますわね。そちらはそちらでさらに腕を上げたようだ。まだ届いてないか。銃剣も相当だし、学士のお兄さんの支援もいいけど、ねえ灰色のお兄さん、どうして本気を出さないのさ。ない。星座の狙撃兵か。クソが。もしかして敵隊の他の大使というわけか。我が名は豪気のアイネス。音に聞こえしアルゼード流の後継者とまみえて光栄だ。魔球のエンネア。うちのデュバリーがお世話になったみたいね。ぐっ、子供扱いするんじゃありませんわ。それとアルゼードの娘相手に礼儀など無用です。赤い星座の連隊長ガレス、お嬢のお供に推薦した。パパも心配性だよね。ま、それはともかく、改めて5対5、対戦相手も様子見みたいだし、とことんやり合おうか。まあいいでしょう。うまくいけば起動条件もクリアできそうですし。対戦相手、起動条件だと。はっ、もらったぜ。ちょっと
この声、八組のアシカ。私たちもいます。参る。ほう、あら、ひなどりごときが。ブラックラビット、あなたがいましたか。久しぶりですね、新速の。アルティナ、クルタに言うなまで。ダメだ、下がっていろ。聞けません。あなたは言った、その先は自分で見つけろと。父と兄の剣に憧れ失望し、行き場を見失っていた自分に。間違っているかもしれない、だがこれが僕の一歩先です。クルト君、命令違反は承知です。ですが有益な情報を入手したのでサポートに来ました。状況に応じて主体的に判断するのが特務活動という話でしたので。それはある。すみません、教官、言いつけを破ってしまって。でも言いましたよね、君たちは、君たちの7組がどういうものか見出すといいって。自信も確信もないけど3人で決めてここに来ました。君たち、なるほど、確かに7組だな。しかもリーンの言葉が全部ブーメランになってる。何を青臭く盛り上がってるんですの。楽しそうでいいじゃん。せっかくだからまとめて全員とやり合ってもよかったけど、これだけ場が温まってたらいけそうかな。おっと、イカした姉さん、妙なことはやめてくれよな。化け物みてえに強そうだが、勝手な真似はさせねえぜ。面白い子がいるね。気候兵に乗ってるのに全然油断してないみたいだし。戦車よりは装甲が薄いって話だからな。昨日みたいにパンツァーファースト食らったらヤバいってのは分かってんだよ。その化け物みたいなチェーンソーもムザムザ食らうつもりはねえぞ。パパあたりが気に入りそうな子だけど、今は引っ込めてくれないかな。てめえ、なんだ。スベル独立国に貸与され、第五機甲師団を壊滅させた。エステルたちが戦ったやつの後継機か。司法の力なしでも動けんのかよ。見事成功だね。あとはどこまで機能が使えるかのテストですが。リン、行くんだね。ああ、こんなものを人里に出すわけにはいかない。分かった、頼む。久しぶりだね。まさか。来い、灰の騎士バリマール。おお、
なんで勝手に。おいおい、どうなってやがるんだ。バリマール、リーン君から呼ばれたの。うん、尋常ではない敵が現れたらしい。生徒たちもいるようだ。そなたらも行くといいだろう。すごい選ばれし者の働きですか。話には聞いてたが、とんでもなさすぎだろう。あそこまでの機動性があるとは。ミハイル少佐、ランドルフ教官も。 TMP と両方軍に連絡。この場をお願いして、総員現場に向かいましょう。なんだと。合点承知だ。リーン教官の。パイの騎士、久しぶりですね。まさか演習地から飛んでくるとは。これが噂の騎士だね。来ましたわね。ですが、想定済みですわ。バリマールも。相手はクロスベル独立時に機甲師団を壊滅させた機体。くれぐれも気をつけるがよい。ああ、うん、久々の実戦だが、尋常な相手ではなさそうだ。ああ、鬼神とも機甲兵とも違う奇妙な力の流れを感じる。まずは様子を探っていくぞ。承知。俺の番だな、